ふう、最高の夕食だったな。そうですわね。あ、先に部屋に行っててくれる？馬車から素材を運んどくよ。素材ですか？絶夜の時みたいに強盗が来るかもしれないし、気になる噂も聞いたから。噂？店でトアさんが言ってたんだ。レンブラント商会の依頼を受けると良くないことが起こるって。だから用心しとこうと思って。そうですか。では寝巻きに着替えて待っております。そうだね、あとは寝るだけだし。今日も巴さんからの連絡はなし。そして宿は一部屋だけ。ということは今晩は二人きり。ベッドは二つですけど、片方なくなってしまえば。ただいま。お帰りなさいませ。とりあえず貴重そうな素材だけ持ってきたよ。そうですか。明日朝一で悪空に戻ろうか。エマさんに巴から連絡が来てるかもしれないし。あ、ミオはそっち？それじゃおやすみ。何もなしですか？やっぱりベッドは壊しておくべきでしたわ。